どうもこんばんは、加瀬井助です。今日は2024年の3月7日ですね、夜です。はい、えー、ということでですね、えー、今回ちょっとご紹介させていただきたいのがですね、えー、23番、ある恋の話ということで、お話してまいりたいかなと思っております。 えー、その前にちょっとコメントを頂い,いてたんでちょっとコメントを返そうかなと思うんですが一応ラジオという形式で普段の動画のコメントは返していこうかなと思ってるんですけど まあ一応ですね、この文学系にいただいたコメントはもうこちらで返していこうかなという、そんなふうに考えておりますので、えっ、ー、とですね、まあ、あの、まあ、私の解説をですね、繊細だとしてですね、あの評価していただいてとてもありがたかったというか、有名な作品なんでですね、えー、ま、中学の時にはもう知ってましたよっていう、そういうまあ有名な、ま、書についての、まあ、あの、コメントをいただいてまして、で、 やっぱり中学生とかっていうのはこういったですねそのまあいわゆるお堅い書物っていうのになかなかその心が巡り合うっていうことが、まあ、なかなかできないと思うんですよね中学生。で中学生の時に知っていたそのしかも教科書に出てくるような人たちの作品っていうのはなんかこう今,今どうなんでしょうね私はそ,のそんな正直全然読んでないんで今読んだら。 うん、まあ確かにこれだと中学生でもわかるよねっていうのがあるのかもしれないんですけどやっぱり中学生とかでそのいわゆるその文豪系の人たちが何ていうか、事物をこうなんか自然学的に捉えるみたいなそんな感じのやつ読んでも面白くないんじゃないかなっていうのが、まあ、今の今私が思ってる正直な感想なんですね。でそういう意味でまあちょっと私のまあ、中学生時代をちょっと振り返って、まあ、あの考えてみたいんですけど、まあ、あの私は小学生の時に図書館に結構通っていてですね以前何度も 動画で話しているんですけど、「ずっこけ3人組」というシリーズをですね、読んで、一生懸命小学生の時に読んでいて、で、やっぱりその当時からですね、その電気を読みなさいとか、電気であの、あれですよね、偉人伝みたいな、そういうやつを読みなさいとか、あとやっぱり、そうなんでしょうね、とにかく活字の本を読みなさいっていうのは、小学生の時から結構先生たちが言っててですね、で、やっぱり学校の先生当時は、やっぱり図書館に行きなさいよっていうのはもう結構言って、 たなんか口酸っぱく図書館に行けって言ってたようなイメージはあってですねで私も当時からもう真面目だったんで、まあ、先生が言うから行きましょうみたいななんかそういう従順なあの子供でもあったのでやっぱり結構図書館には行ってたような覚えがありますでその時に図書館で小学生の時に本を読む素養は身につけたかなという思いはちょっとはあるんですけど ででもどううしょうね。やっぱり世に出て社会人になってからいわゆるその大学生とかの時の、まあ、読書好きの人とかってちょっとレベルが全然段違いにレベルが高いなっていう思いがして、まあ、まあ自分なんかは大した読み手ではないなってそんな思いがあった覚えがあります。 ただまあ小学校を卒業して中学になった時ぐらいからですねまあやっぱり小説とかをこう読むようになりましたんで自然とですねでその頃からもうその文学作品とかにはあまり興味なくてやっぱり小説ですよねそうちょっとしたあの物語的な小説とか。 あと、推理小説とかがやっぱりこう、その当時、中学生の時の先生が好きだったんで、まあ、推理小説を結構おすすめされてて、で、それで、まあそういう割とライトな、こう、そういう小説を読むようになっていったかなという思い出がありますね。で、私は高校生の時にちょうど、あの、リング、螺旋が流行ってた頃で、鈴木浩二のリング、螺旋が流行ってて、映画にもなってたんでですね、まあその時の、あの、これもあって、 螺旋っていう小説に出会ったことが、まあ、私にとってはちょっとした、まあ、思い出というか分岐点みたいなところがあってですねでその螺旋に登場してくるあの、まあ、主人公というか、まあ、微妙なところなんですけどそのヒロインの女性だと思うんですけどヒロインっていう、まあ、ポジションの人が何人かいると思うんですけど、まあ、ある意味こう抹消の,の女性みたいなものが登場してきたその女性に対するこう魅力みたいなものがあのすごい残っていてですね で当時の,、まあ、あのえいろんなん「螺旋リング螺旋」にもいろんな作品があるのであれなんですけどその時に、まあ、演じていた中谷美紀さんにはかなりその時にはかなり。 うまあ上手い演じ方をされていて結構中谷美紀さんのファンにあの一時期なっていたと時があってですねでその後継続っていう物語というかドラマですよね継続に相当ハマってたんですよね、まあ、中谷主演ということで、うん、だからそのあたりもやっぱ私にとってそのやっぱ思い出深いあの物語とか小説っていう意味ではあのやっぱり紙媒体から入ったそ,のそういう、まあ、あの魅力みたいなものはすごいあったかなと思っていてですね あれも中学高校時代にやっぱりそれなりにその活字には触れていたっていう思いがあるんですけどでも多分普通にその文学オタクみたいな人から比べたらもう全然あの大した読み手ではなかったなとは思うんですねだから結局江戸川乱歩とかあの全然知らないんですよね名前しか知らないで最近初めて読みましたっていうそういう感じなんで、まあ、ある意味こう文学を再発見し、まあ、それを楽しむみたいなそんな感じなのかなと、えー、今のところは思っていて。 ですねでまあ、実はちょっと今回ご紹介する菊池寛、えー、さんですね、えー、名前は聞いたことがあるようなないようなぐらいでで前回 あの「M 公爵と写真誌っていうのをちょっとご紹介させていただいた時の菊池寛さんの作品ですね、えー、今回のタイトル「えー、ある恋の話」ということで今回1作品をあの割とじっくりですねあのお話しさせてい,きたい,かあのいただきたいかなと思っていてあのもちろん内容についてのネタバレは話しませんので、まあ、あくまで一般論という形で、まあ、私なりのエピソードをですねいくつか紹介させていただこうかなと思っていますできるだけ、まあ、サクッと終わろうとは思うんですけども この作品はですねあの正直今回のシリーズの中でも一番面白かったんですよ。今まで読んだ23作品の中でベストになったかなと思っていてですね。で、ぜひお勧めしたいなと思いながら、まあ、あの私の話を聞いてから読んでいただいても全然大丈夫だと思っていますので、えー、まあ一般論としてですね私なりに感想を述べていきたいかなと思っています、えーと。まずこの本の面白さっていうのはやっぱり読みやすい。 っていうところが一般論ですからまあちょっといろいろ大事なシーンはいっぱいあるのを差し引いて一番面白いっていう大事なポイントはやっぱり読みやすさかなと思ってですね。であの時代背景はあの読んでて知らなかったんですけど発表年が1919 19年ですから大正ですね大正の頃なので、えー、江戸時代明治そして大正に入った頃の作品ということなんであのあなるほどなというそんな感じでもありました。で まあ、いろんなシーンといろいろ思い出したシーンもあってですねあのいろいろ語りたいなと思う中の、まあ、やっぱりポイントはこれあの恋の話ですから恋愛話なんですよねでいろんな,なんというかあの自分にとっての思い出のシーンみたいなものとか自分の体験とかいろんなものが折り重なってきていろんなことが考えられてであの読みやすいもんだから次どうなるのかなと思いながらこう話を聞けたっていうそういうなんかこう 楽しさも非常にあってですねあの、かなりおすすめかなと思います。有名な作品なのかちょっとわかりませんけどもあの、50分ぐらいあってですね、割と長かったんですけど、BGM もなかったから1.5倍で十分あの読み聞くことができたかなと思いますが、ぜひ、50分ですけども、ぜひ読んでいただきたいかなと思います。なんかこう、あっという間に時間が過ぎるような感じがするぐらい、とても秀逸な作品だと思います。で、恋の話っていうところでですね、 まあ私なりにいろいろちょっとこれで思ったというところがあるんですがあの小説 いわゆるその恋話系の小説っていうのはやっぱり若いうちに読んだ方がいいよっていうそういう話をですねよく聞いてましてだからまあ正直ですねそのいわゆるその世界的な有名な文学とかっていうのはやっぱり恋の話っていうのは絶対不可欠な要素だと思うんで人間が一番その心を動かされる部分っていうので恋愛の心っていうのはあの本当に重要なそのファクターになってくると思うんで。 まあ、例えば5060になってその恋の話っていうのはその本当に自分にとっても過去の話になってしまうからやっぱり親身になってそれをその理解することができなくなるっていうところがあると。 だから、まあ、あの、20代だと、ちょっと恋はわからないかもしれない。30、せいぜい40ぐらいまでに恋の話は一通り読み終えておきなさい、みたいな、そういう言葉もあってですね。だから、ま、今私も焦ってこうやって読んでるようなところもちょっとあったりするんですよ。いわゆる名作と言われるものの中の恋要素っていうのは、やっぱりなるべく心が若いうちに読むべきだと。まあ、そんな話を聞いたことがあるんですけど、 実はですね、この登場人物であの特にキーポイントになるのが、まあ、あのおばあさんが語る恋の話なんですよね。 えー、まあ年齢は確か70とかそのぐらいの話だったんですけど語り口調の中であのまるで70歳には見えないその、まあ、女性としてそういう恋を語ってくれたみたいなそんなシーンが出てくるんでいわゆるその年を取ってからその思い出すその自分の若かりし頃みたいなそういう語り口だったから、まあ、そういう意味ではですね多分この話がしっかりわかるには ある意味年齢が必要だと思うんですよだから多分30じゃこの話の面白さは多分わからないんじゃないかなとむしろ、まあ、そういうふうに思ってですねだからまあ,ある意味5060の人が聞いて楽しい作品なんじゃないかなと思いましたしまあそういうなんていうか狙い目なのかなと思うとですね これもまあ今風にマッチしてるんじゃないかなというまあそういう思いもあるんですよね。まあ、というのもまあ私のチャンネルを見ていただいてる方もまあ大体6070の方が見ていただいてるっていうイメージはどうしてもあるのでその6070の方が見たら是非楽しめるんじゃないかなみたいなそういう視点も実はあったりはします。ただまあ,あの今私が見てもですねアラフォーの私が見ても非常に心を動かされるシーンがたくさん出てきていてでまあちょっと一般論として話なんですけど やっぱりこう恋愛というのは2人が行うというイメージで考えていただいて、こっちの視点とこっちの視点があって、その両方の視点がこうすれ。違っていくところに、そのやっぱり恋愛の残酷さみたいなものがあると思うんですよね。お互いまあいわゆるその両思いと言われるものっていうのは10ある。恋のうちまあ、せ。いぜい。2。3とかそんなイメージだと思うんで、やっぱり片思いみたいな。そういう思いの方が。 やっぱり非常に多いかなと思うんですよね。まあ、特にやっぱりその自分が法的に憧れていた人とかがいてでその憧れる人の思いっていうのがやっぱり特に10代の頃なんかはもう強烈に思いが募っていってあの夜も眠れない飯も食えないとか。 あと何をするにしてもそのことばっかり考えてしまうっていうようなそういうシーンっていうのがあると思うんですけどまあこの登場者っていうのはそういった思いがなかなかこうすれ違いすれ違いを重ねてきたっていう事情があってでそれっていうのが実はお互い様みたいなところもあってですねやっぱりこう恋に対する思いっていうののすれ違いというかこじれ方みたいなものがやっぱりまた時代を移していてそれはそれでなかなか面白いという感じもあってですね。ただまあその やっぱり当時生きてる人たちの考え方とかも違うし年齢もその時々で違うしあとやっぱり今私たちが生きてる現代っていう中で考えた時の10代の考え方20代の考え方、まあ、3040の結婚観とかあとまあそういう なんでしょうね、やっぱり感性がやっぱこう生きてる時代で全然違うところもあればものすごく通じてるところもあるしであとやっぱり歴史的な背景みたいなものもですねこの作品には登場してある意味オチの部分に。 こう2人の思いがこう歴史に吸い込まれていくような感じで落ちるみたいな,なんかそういう、まあ、あのそういったなんか、まあ、ドラマチックな部分もしっかり描かれていたかなと思っててですねまあしっかりっていうことはないんですけど、まあね、やっぱりそういったところも、まあ、見え隠れするなっていう、まあ、いわゆる社会現象の中に生きる人たちの思いとかそういったものもですねやっぱりあったのでやっぱり文学作品としての、まあ、クオリティの高さを非常に感じたかなと思いましたと。 うーんまあ、やっぱり、まあ、私も自分の,その経験からですねその恋愛というのは難しいっていう思いは非常に持ってますしやっぱ特に10代の頃の何ていうかこうもう夢中になるその、まあ、相手に恋い焦がれる気持ちとかっていうのはやっぱり普段日常生活ではそういったものはないんでですねやっぱ普通に朝起きて飯食ってっていう今は特にまあ時間があるからまあ,あれなんですけどやっぱり仕事してる時なんかはもう本当何ていうか。 もう無味乾燥の中で無味乾燥を演じてるような生き方をしてしまうっていうふうに錯覚することがあるんですよね。結局朝起きて会社に行ってそして何ともない作業をして帰ってきたら腹減って飯食ってで疲れてるからもう寝るみたいなで明日もまた同じことやるっていうそういう,なんかこう、あのー、何のために生きてるのかって考えることっていうのは非常にたくさんあると思うんですけど。 まあしかしそんな中でもやっぱり自分の人間らしさをしっかり失わないようにして生きていくっていうのが人生には求められてくると思うんですよね。でそういった中で、まあ、やっぱり恋愛とかあと楽しみですよね趣味とかそういう自分にとってのその何というか生きがい的なものっていうのをそういう日常の中で見つけていってその自分の人生を太くしていくっていうことがやっぱり大事だと、まあ、今、まあ、私も改めて思うんですけど。 やっぱそういった人生の中で自分の若かりし頃のそういう恋愛とかその喜びとかあのまあやっぱ心の中に残っている、まあ、お土産みたいなものだと思うんですよ傷もあると思うしそのなんか喜びとかあのじわっとするなんかこう思いみたいなものがですね、まあこのまあ、小説とかこういった作品に触れるとそれがこう蘇ってくるんだっていう感じがすごいしてあの非常にいい作品だったなと思ってですね でやっぱりそのこの作を読んだ後はすぐ撮ろうと思ったんですよ自分の感,感動をそのまま伝えたいと思ってあのこの作品を聞いてちょっとまあ風呂に入ってきたんですけど風呂に入ってから今喋ってるっていう感じなんでやっぱりホットなうちにこの思いを残したいなという感じでしたというところですね。 で、一応ちょっと最後に、ですね、あるうんこの作品を読んでいてすごくフラッシュバックしてきた、ちょっと1つエピソードをちょっとお話しして終わりにしようかなと思うんですが、ちょっとこれも私の作品だと思って聞いていただければと思うんですけどあ,の、まあ私は31か2ぐらいだったと思うんですけど、当時ですね、あのリフォームの仕事をしていて、であるお宅にお邪魔してで風呂の工事をしていたことがあるんですよ。確か。 春か、まあ、秋か、まあ、気候は良かったと思うんですがすごい過ごしやすい気候の頃だったと思うんですね。でその時にお,あのお宅にお邪魔したらですねあの普通のお家族家庭だったと思うんですけどその時結構年いったおばあさんが一人いてですね昼間なんで,でおばあさんが一人で過ごしていて で、もう完全白髪で、まあ,あ、の割と痩せていたおばあさんだったんで、年齢の頃は多分、まあ、70半ばぐらいの方だったと思うんですよ。で、その70半ばぐらいのおばあさん、すごく顔立ちが整っていて、まあ、昔綺麗だったんだろうな、というようなことを想像させるような、この物静かな、優しいおばあさんがいてですね。で、その時2人で作業してたんですけど、風呂の中を、 そのサンダーでそのタイルをカットしていくんで粉がめちゃくちゃ舞ってですねもう粉 マスクもしてるんですけど、マスク全く意味ないぐらい、その粉まみれになって大変な、で、風呂の中を工事してるんで、風呂の外に出ないように養生するんで、ビニールテープの中で2人でその解体作業みたいなことをやっていたんですけど、もう灰の中に粉,粉がもうむせくり返すぐらいに粉を吸って、大変、その苦しい現場だったんですよね、そこは。で、まあ、すごい作業して、朝から作業して、昼作業して、でもその頃にはもう、ボロボロなんですよ、体中、粉だらけで。で。 昼になってですね、まあ、ちょっと休憩しなさいよっていう感じでそのおばあさんがですねそのお茶とお菓子を持ってきてくれてもうまあこんなに粉だらけになって本当にごめんなさいねみたいな感じですごく優しく接してくれてでそのおばあさんがですねその昼間お菓子を用意してくれてでお茶を飲みながら弁当を食べてで休憩してたんですよね。 僕もう一人の作業してた人はちょっと別用があってちょっと出かけていったんで、まあ、僕がそのおばあさんの家の中に、まあ、あのもう粉だらけだけどいいっていうことで上がらせてもらってたんで、まあ、ちょこんと座ってですねで、まあ、飯を食ってでさあ作業しようかなっていう1時ぐらいになってあのおばあさんがちょっとちょうど寄ってきてですね、まあ、なんか話しかけてきたんですよ。で まあ、あの昼過ぎてもう,もうそろそろ作業しようかなって思ってたんですけどまあいいやと思ってそのまんまですね「あどうもお世話になってます」みたいな感じで話してたんですよ。でその時になんかおばあさんがそのこっちに気を使っていろいろとあのお菓子とかくれてて。 でなんかそういう思い出話みたいなことをちょっと始めてですねまあおばあさんの思い出話まあその主だしですねお客さんだしまあ、無限に断って作業するわけにはいかないしっていうことでまああ,あそうですかとか言いながらこう話を聞いててで20分ぐらい結構話しててそろそろ作業に戻ろうかなって思ってた思ってたぐらいにですね何かこう急にですねその昔話の中で その自分はある男の人に言い寄られてすごい困ったみたいな話をなんか聞き出してですねああそうですかまあでもそろそろ戻りますねっていう雰囲気の中でその話を聞いてたらなんかその男の人がその自分は家に一人でいるとでその家に一人でいてでまあなんかこうなん,なんかその人が急に服を脱ぎ出してでなんかこう なんか妙な感じにさせられてきてなんか雰囲気的にはなんかこうあのドキドキしてくるようなそういう気持ちになったみたいな話をしだしてですね で当時そのおばあさんが若い頃もう戦争が終わってちょっとぐらいの頃で自分もすごい若かったとかいう話になってきてでなんかいきなり言い寄られて自分はそのなんかこう押し倒されてなんかすごいその時に困ったみたいな話をですねなんかぶっ込んできたみたいな感じで話し出してであの僕はもうそろそろ作業に戻りたいんですけどっていう話をしてたらもうなんかこっちのことを全然聞いてくれなくてもう多分もうなんか目つきが変わったかのようにその話を一生懸命しだしてですね もう怖かった怖かったみたいな話をしてるんですけどなんかその時のその目つきの何て言うかこうもう多分。 もうそのおばあさんも多分その若い時の,その自分の若彼氏頃に何ていうかドキドキしたっていう話をしだしたらもうなんか止まらなくなってしまってみたいな感じででなんかこうなんかすごい生々しい話を急にもうそこからしだしたんでですねちょっとごめんなさいけどそろそろもうあの仕事しなきゃいけないんでみたいな感じでその話を無理やりもう止めてですねあのもう作業に戻ったっていうことがあってですね でその時すごい思ったのがですねやっぱ多分そのおばあさんっていうのも。 まあ、あのすごい綺麗な方というか、今、今見ても、割とこう、その時見てもですね。あの、結構こう顔立ちも整って。まあ、多分綺麗な人だったんだろうなっていう思いがあったんですけど。でも、やっぱ、その時話してた内容を、ちょっと今思い出すとですね。やっぱり。すごい苦労したっていう話だったんですよね。その、自分は恋愛とかもしたことがなくて。で、もう、なんか、こう追い出されるようにして、こう、まあ、戦争の、その後で。 もうすごいその貧しくてでもう本当にみんなピリピリしていてでなんかこう自分の若い時っていうのは本当にあの戦争は怖かった二度としたくないみたいな話をしてた頃にですね まあ実た多分戦争は後の話だと思うんですけどその若い人に言い寄られてきたその日のことを克明に話し出してきてああんか苦労されてるんだなと思いながらですね、そろそろ酒をしないともう友達,友達とか同僚が戻ってくるからちょっとあの何しようかと言われるよみたいなそんな気持ちになっていた時のちょっとその話をですね 思い出しましたというそういうううそ話です、ねまああのちょっと伝えるのが上手じゃなかったんであれなんですけどその時のその何というかこうおばあさんが取りつかれたようにその話をしてた時のちょっと怖かった目をちょっと思い出したっていうまあそういう話でした。 まあ今思うとですねまあ、10年ぐらい前の話なんですけどすごいその時の話をちょっと今日思い出しましたという話ですねまあこれはちょっと作品の中身を知らないと何のことかなと思うかもしれませんがあの恋愛に夢中になるその昔の人の話なんですよねまあイメージ的にパッと言うとそんな感じでしたけどまあでもまあ今でもこう通じるようなそのまあなんでしょうね 素敵な話ではないかなと思うんですけどでもすごい心に残るその恋愛観をあの、まあ、文学としてしっかり残された作品だったんじゃないかなと思いましたとまあ菊池寛さんって名前聞いたことあるようなないようななんですけど、まあ、多分名作にあたるんじゃないかなと思うんでちょっと今回紹介させていただきましたということですねはいまあちょっと面白い話ができたからまあいいかなという <laughs> 感じなんですけどね、まああのやっぱり 多分これからもテーマとしてはやっぱり恋愛とかあとやっぱり人の生死ですよね、まあ、そういったところがテーマになってくるかなと思いますので、まあ、あのこれからもうちょっといろんな作品に触れてですね、まあ、あの何らか皆さんにお勧めしていきたいかなと思ったというところですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいかなと思いました、はい、それではご視聴どうもありがとうございました